ございます、るりこです。ただいま私は北海道弟子屈町にあるくんぷんの森こそうさん、旧屈斜路こそうさんに宿泊させていただいておりました。今日から完全ソロツーまた再開します。じゃあ今日は最終的に釧路方面に行きたいと思います。足輪になりました。楽しい思い出をありがとうございます。そしてそして今回もすごくお世話になったエゾハウスさん、ちょっと最後に挨拶だけ。ありがとうございました。またじゃあありがとうございます。気をつけてありがとうございました。まあ寂しいけど前に進まなきゃ。毎回こうだよ、毎回こうだよ。またみんなに会いに行きます。ただいま野サップ岬に向かって走っているところです。なんですけどなんかちょっと気になった場所があったのでふらっと立ち寄ってみました。すごい。こっち行っていいの？行っていいんだ。あーバイク、あー当たったさっき道の駅で会ったおじさん。おーすごいね。へー、砂利だー、くえー砂利だ砂利だ。うわー強風ですシュンクニタイって言うんだ。はい、というわけで根室が見えてきました。やっほー、御根室大橋渡っていきます。今日はイベント終わりの月曜日なんですけど、この週がですね天気があんまりよろしくなくて、で本当だったら私一番上の稚内から利尻、礼文、離島に行こうと思っていたんですけど、まあ、ちょっと天気が悪い中行ってもねっていう感じだし、フェリーで万が一帰ってこれなくなったらそれはそれで大変なので、まあ、ちょっと今回は諦めて天気がねまだ良さそうな根室だったり釧路方面に来ているってわけです。試される大地で雨に当たらず帰れるのか。そしてこの根室のね一番先っぽの野サップ岬、はい、そちらに行って、まあ、スタンプ押したりとか、あとはご飯を食べたいなと思っております。あとちょっと30分走ります。あーめっちゃいい道今私は最果てに向かっているんだ。いやでもこっちの方やっぱ寒いわ。23度だよ。ダウン着てもいいかなってぐらいひんやりしてます。この風車の周りが見てわかるでしょうか。とっても風が強いです。じゃあ岬抜けてまた戻っていきましょう。はい、ただいまですね霧タップ市街っていうところに来ております。この霧タップ岬っていうものがこの先あるみたいなのでちょっと行ってみようかなと思うんですけど、名前の通り霧が多い地域らしく、もうその通り霧ですね。うわーすごい霧何も見えないんだけど、
キリタップ大橋。キリタップっていうなんか音が可愛くない？ベビタッピーみたいなさ、街中もキリなんだ。いやー、キリもすごいし虫もすごいし、おー、キリタップ、すごい幻想的だな。おー、到着。何も見えません。真っ白だね。なんか運が良ければラッコが見えるって小粒ちゃんのスタンプラリーに書いてあったんだけど、これ絶対見えないね。はい、さあ、先ほどの岬から15分ぐらい走ったところに展望台があるそうなので、今向かっておりますが、はい、やっぱり霧ですね。うん、なんか走っててもカフェ霧とか出てきて、あ、振り切ってんなーって。この時期は霧が多いみたいです。晴れてたら綺麗なんだろうな。あ、着きました。よし、到着。一応登ってみますね。すごい、ここ MG ロードっていう道みたいなんですけど、なんかすごくないですか？こんな何にもない自然のところに道路だけある感じ、すごい。これは日本じゃないみたいだね。はい、そしてですね、この辺りに今回私がすごく楽しみにしていたところがあって、ここはね、地元の人がおすすめして教えてくれた場所なんですけど、もうすぐなんだけど、あ、ありました、ここです。着きました。ここのコープ浜中さん、こちらでとあるものが食べられるということで楽しみ。こちらがですね、なんとハーゲンダッツのミルクと同じ原料を使用しているみたいです。いただきます。めっちゃ濃いです。美味しい。はい、ただいま釧路市街地に入ってきております。うわ、なんだこの難易度の高い交差点は。ぐるっと回るわけですね。むずっ、え、むずむずむず。これで、これでこれでいけばいいの。おお、すごい、釧路だ。はじめまして、釧路市街地。よし、今日の宿泊地はお久しぶりのビジネスホテルにしました。釧路の夜の街に出かけてみます。この間のイベントの時にですね、釧路のここのお店おすすめだよというか、お店の方がいらっしゃってて、ライダーが集まるハンバーガー屋さんがあるらしく、せっかくだから来てみようということで来てみました。はい、この港の屋台、ジャパニーズバーガー武士道さんというところにお邪魔します。
めっちゃいい、めっちゃいい写真だよ。めっちゃいい写真だわ。うち昔バイトしたんですよ、釧路で、飲み屋で。Or the lack of a wink, or just because I love my life with you.